はい、ジョです。今日は塗り替え道場が新聞に載りましたか。YouTube を始めた本当の訳っていうのですけど、これ見えるかな。これ産業リフォーム新聞っていうのにもう載ったんですよ。一面だよこれ。ね、あ、一面こっちなのかよ。こっちが一面か、まあ、どっちが表か分かんないけど、多分こっちが一面だよね。よく分かんないけど。え、まあ、一、あ、そうそうそう、これ一面って書いてあるもんね。ここ一面って書いてある。一面だよね。産業リフォーム新聞って、あの、まあ、業界誌なんですけど、リフォームのね。まあ、これに、まあ、本当に一面、今日俺も朝見て、うん、社長は YouTuber って書いてあるからね。で、リフォーム会社、動画配信増えるって書いてあるんですけど、まあ、ここにね、まあ、細かいことは、ちょっと動画止めてで読めるんかな。うん、まあ、読んでほしいけど、せっかくだね。隠れとこうか。うん、こんな感じで、まあ、せっかくなんで、今日さ、まあ、そういう話をしようかなと思うんですけど、なんつうかな、YouTube、まあ、YouTube やった理由っていうのから、まあ、まず話していこうと思うんですけど、まあ、やった理由はね、まあ、特にないっつったらあれですけど、ちょっとこれあれか、最初ね、まあ、あんまり何も考えてなかったんです。まあまあ、ぶっちゃけね、本当は最近これ YouTube ってガンガンやってるんですけど、なんか 4,5 年前からもともと、まあ、社員をなんか携帯で撮ったりして、なんか携帯のアプリでそのまま上げれるっていう風でね、誰か来たかなと思って違うな、うん、で携帯のアプリでなんか上げれるってことで何個か上げたことあるんですよ。なんかみんなでバーベキューやったとか、ゴルフじゃないな、ボーリング大会やったりだとか、うん、でそういうのをまあ何個か上げて、で現場も何個か上げてたかな。シーリングがどうとか足場がどうっていうのはちょこちょこ、編集とかしずにね、まあ、今のこの状態ですよ、うん、でまあそんなことを 4,5 年前から何本かな、10本か20本ぐらい上げてたんですけど、まあ、その時はそんななんか SNS がこんなに力があるとかなんだとか、まあ、考えんと、ただ面白半分みたいなので上げてたんですけど、まあ、社員も喜ぶしお客さんもまあ見てくれるやなぐらいな感じで上げてたんですけど、ホームページとかで使えるとかねで上げてたんですけど、本格的にまあ何でやろうってやっぱ思ったのは、なんちゅうんかな、やっぱ会社がやっぱ広告費ってすごい大きいんで、その広告宣伝集客っていう目的だよね。あとはそのやっぱ見積もりした時に、まあ、うちの会社を知って調べるわけじゃないですか、まあ、何社か見積もり取ってどっかで決めようかなって、まあ、喋ってみて、それではなかなか判断できないからって言って、まあ、ネットとか調べる時に、まあ、YouTube で出てきて社員の紹介だとか社長がこうやって喋ってるだとか、いろんなもんを見えて、ああじゃあここだったらね、現場もすごい楽しそうにやってるなとかさ、まあ、そういうのを見れたら決めてくれるわけじゃないですか。で本当にね、じゃあ動画ってさ、まあ、生のあれだから、テキストなんかさ、ホームページってみんないいこと書いてるじゃん。まあ塗装屋さん愛知県も多いけど、みんなまあいいこと書いてんなーっていうのは、まあ、感じますけど、動画って本当のなんだかんだ出るじゃないですか。カメラの前だけはいい顔しとけよって言っても、まあ出ると思うんですよね。だからまあ俺はその会社がすごいいい雰囲気で、お客様を喜ばせようっていう動きがあるから、やっぱそれを前面に出しゃ、まあ、誰がね、あそこの会社はなんかひどいとか、まあ、この間訪問販売のね、動画撮って、訪問販売のリアル見積もり撮った動画があるんですけど、で俺がお客さんのふりしてね、家の中で1時間ぐらいかな喋って、で動画も2本上がってるんですよ。ロングバージョン、ショートバージョンって。で俺が実際に商談喋るんだけど、でそこに、まあ、塗り替え道場って知ってますかって、まあ、俺が言った時に、まあ、相手は知ってる知ってるって、あそこはもうしょっちゅう裁判沙汰とか、職人がめちゃくちゃひどくてとか、まあ結局見積もりってなんか相手の潰し合いじゃないけど、そういう方有業者多いじゃないですか。だけどホームページ見たら、 YouTube 見たら、こうやって実際に現場が映ってて、社長が見えて喋ってるところ見えて、いやーこの会社そんなんじゃないだろうなーってやっぱなるでしょ。だからそういう意味で YouTube をやろうって思いがあって、まあやり始めたんですけど、まあ最初はやっぱね、社員ももう社長何やっとんだみたいな感じだったんですけど、まあ最近は本当応援してくれる。今日で7000人超えたんかな、盆の間にね。でまあ多分この勢いでいくと、まあ年内には1万超えていくんじゃないかなと感じてるんですけど、うん、まあ
もともとのきっかけはまあそういうので始めたんですけど、まあ、それよりもね今この見てくれてる人はまあ YouTube やってみようかななんて思ってる人も多いと思うんで、どんな効果が今あるか、もうまあ7000人8000人ってね、そうその YouTuber みたいな感じで言うと弱小だと思うんですけど、そのじゃあどういう効果が実際に会社で起きてるかっていうとね、もうこれ本当に喋りだしたらもうとことん長くなっちゃうけど、うん、絶対やった方がいいと思う、まあ、まず一つの理由、社員がねなんかそういう意識なんだ、俺らはカメラで撮られてて自分たちはそういう存在なんだっていうかね、会社を支えてる存在なんだ僕たちがって、お客様にも言われるわけじゃないですか、 YouTube で出てた子だよねとか、うん、あとはなんか言ってたかな、ご飯屋さんかなんか行った時にも声かけられたとかさ、俺もねちょっと動画でも他の動画で出てると思うんですけど、台湾で声かけられたんだよね、台湾の空港でね、でまあその人建設会社だったんですけど、うん、まあそうやって声かけてくれるっていうのもあるし、うん、社員同士がね、であとはその事務職さんたちが、営業さんたちが、職人さん見たことなかったんだけど、職人さんのこういう一面があるんだって、ね、いつも普段その業務的な電話しかしんか顔も見たことないっていう人もおるわけじゃないですか、事務員職さんなんか、だけどああいう人なんだこういう人なんだって、動画見たよって、自然と社内で動画見たよとかね、コミュニケーションがあるっていう意味で、その集客とかお客さんにとってどうとかじゃなくて、一番今効果がある、もう俺も直感で感じれることは、もう本当に社員同士のコミュニケーションツールになっとるっていうのかな、お前昨日 YouTube で撮ったじゃんとかさ、あ今日あそこ足場の職人さんは本当 YouTube 数字上がるでいいよねとか、今日足場の誰々で撮ったじゃんとか、ベトナム人同士とかでもやっぱりね、YouTube やっぱ恥ずかしがって、やっぱカメラの前でよくコメントでなんか来るんですけど、もうみんな嫌がってるじゃんみたいな感じで来るんですけど、やっぱみんな結構出たい出たいって言ってくれてるし、今はね、まあ俺の前で言ってるかもしれないんですけど、まあそういう効果がまず本当に絶対的に大きいかな。でやっぱもうその会社の一員なんだっていう意識が本当に高まったから、まだ10月から1年経ってないんですけど、本格的にやり始めて、うん、っていうのが、まあ、まず第一かな。で社員が変わったんだね、それが。であとはね、まあ、集客とかその実際の仕事に関して言うと、やっぱでもね、そんなにじゃあうちの YouTube を見て見積もりしたっていう人って少ないと思うんですけど、やっぱファンみたいな人もいます、本当に。で俺も本当に YouTube 撮りに現場行くと、もうお客さんが知ってるっていうのは、まあ営業から聞くっていうのもあると思うんですけどね、営業が見積もりの段階でうちの社長 YouTube やってんですよって、もしよかったら見てくださいねみたいな感じで多分なるじゃないですか。でそうやって俺が撮影に行った時に、あ社長みたいな、なんか昔だったらなんか社長が来たらなんか嫌じゃないですけど、うん、なんかあまた金貸したらいいんじゃねえかみたいな感じで嫌じゃないですか、社長が来てね、なんか注文もできないし、なんかね、だけど気楽にもうその映像の中に出てる人間と本当同じだねって、なんかもう変わんないねあんたみたいな、本当にこんな格好してんだみたいな感じで言われて、まあ本当に1時間とか結構喋り込む時もあるし、なかなかね、次回またちょっと撮影させてくださいって言って、また行きますわって言ってないお客様もいっぱいおるんですけど、完成しがね、やっぱ俺もう現場見れるようになったしね、あでお客様の生の声をやっぱ聞けるんで、いや実はこうなんだわって、やっぱ営業に不満があるだとか、職人こういう風で不満があっただとか、そういう話ももちろんいっぱい聞けるし、あとはこういうことやってくれてすっごい良かったとかさ、なかなか俺もちょっとその良かった話をフィードバックする、俺もいかんな、こうやって今撮ってたと思ったんですけど、悪い話はすぐフィードバックして、お前舐めとんかって言って電話して、営業とかにね、お客さんこうやって言っとるぞってやり直せとか言って電話することが多々あるけど、もう本当に褒めてもらえることもいっぱいあるかな、こうやって営業さんがこうやってやってくれたおかげでね、こうやって今いい方向に動いてるよとか、職人さんこうやっていてくれてさって言って、朝毎朝こうやって行ってくれて説明ね、仕事の内容まで説明してくれてって、いろんないい話もやっぱ聞けるし、まあ、それもフィードバックしてかなかったんですけどね、本当は僕がね、うん、まあそんなんかな。あとは本当に、うん、まあこれはまあちょっと余談ですけど、まあ本当ね、友達とかから電話かかってくるね、知らん友達っていうか、まあ昔の連れとかから、うん、電話かかってくるって、会社にかかってきた人もね、本当に勝信と喋りたいんだけどみたいなね、勝信さんとかもあるしね、まあ、後輩とか昔下請けでちょっと知り合った人と、俺が飛びやっておる時からの知り合いで、まあたまたま、社長今 YouTube やってますよねみたいな感じで、で電話番号とか分かんなかったらさ、
もう消えてたりしたらね、会社に電話かかってきてって、会社に電話してこないでね、あのみんな、うん、まあ基本繋がないしね。あ、そうそう、会社に電話しないでねって、ちょっと皆さんもしこの動画見てたら、あの Google マップでさ評価つけれるんですけど、あのもしよかったらね、 YouTube であの楽しかったですとかでも何もいいです、塗り替え道場であのGoogle マップで検索すると出てくるんですよ。まあ本社とか緑店とか全部出ちゃうんですけど、多分本社しか出ないんで、もしよかったらあの口コミね、あのまあまあ 5がいいけどね、5つ星かなんかがあるんですけど、まあ 4か5か、まあ俺は5つけてほしいんだけど、4とか1とかやんでね、あのでね、つけてくれて、まあ、YouTube 楽しかったですとか、まあ、こういうコメントでも入れてくれて、あの YouTube、 あの Google マップっていうのもさ、やっぱあの評価みたいなのがやっぱあるらしくて、で今そういうのも力入れて会社もやってるんですけど、まあ、もしよかったら本当これ見たらあのそれ評価してほしいね。今そういう SNS とかすごい力入れてやってるから、うん、まあそんな感じですね。でもこうやってさ本当にね、動画配信ね、これが最初の話なんですけど、リフォーム産業新聞、やっぱこれでまたさ全国のリフォーム会社が見てくれややっぱ嬉しいしね、こうやってリフォーム会社動画配信増えるって、でこうやってね、何か影響を受けて塗装屋さんとかリフォーム会社さんが YouTube やってね、いや俺業界良くなると思うもんな、なんか本当に変なところに頼まんでよくなるじゃん。で動画広げやリフォーム会社って、まあ俺のね先輩のあの人、あの神戸だったかな、大阪って言うと怒られるか、神戸、あの違う宝塚か、宝塚のあのコマショーチャンネルってあるんですよね。でそれ一緒に俺あのコラボで一緒に撮ったんですけど、まあ今も頑張ってやってるみたいで、チャンネル登録者はまだこれからって感じですけど、うん、コマショーさんも動画上げてるし、でそういうところがどんどん増えていけば、やっぱ業界としてもやっぱ本当にいいところが伸びていくじゃないですか。で動画って本当に隠せん部分があるでしょ、その音声、あテキストより音声って10倍ぐらいの情報量があるって言われてるんですけど、やっぱ音声よりも動画配信ってそれはね、そのさらに10倍ぐらいの情報があるじゃないですか。いくら俺がこうやってね、いいこと言っとっても、なんかこいつうさんくせえなって分かるじゃん、画面だと。で、まあ、もしてや現場で職人とのコミュニケーションでやっぱ嫌がってるだとか、ああこいつらね、本当は嘘くせえなとか分かるじゃんね、動画って。だけどホームページだけじゃ絶対分かんないでしょ。だからそういう意味で動画配信ってみんなも増えるといいなって思うのもあるし、また今度ちょっと時間がないんであれですけど、今度まあ考えとる、セミナーやろうかなって。あ、そうそう、ホームページももうセミナー貼ってあるわ。10月からセミナー、10月にセミナーやるんですよ。10月十何日だったかな。でそれもあのぜひみんな参加してください。あ、これちょっと行ってかなかんな、みんなに、うん、ぜひあの SNS で広げてくれるとね嬉しいけど、10月の十何日に2時間半ぐらいやったかな、ちょっと名古屋でですけど、セミナーもうやりますんで、ホームページ出てますんで、まあ、そちらもちょっと見ていただいたらいいなと思います。また見てねー。